あっちいなもう日が暮れるっていうのによもう高校生活最後の夏だよ本当だよなお前らと遊ぶのもこの辺で終わりにしないとな何わけわかんねえこと言ってんのお前本当にまさか大学行くとか言う出すんじゃねえだろうなああ狙うよ明治エイゴくん偏差値いくつ35 お前ね35なんても100点取るのに難しいんだよお前え考え直してお願いだからもう今から間に合う本当にお前は布団引いてとりあえず寝ろ帰って確かにな。それが一番いいってただお前鉄工所ででもさいろいろ職はあるんだからそんな35は大学だってな35なんてお前しょうがねえよだって大学そのやっちゃって面白い今日俺はミサユースケ。こいつらとは1年間つないで、将来のことはあまり何も考えてない。ただ今は楽しくてしょうがない。こいつは丸山英語。アホでバカのくせにでかいことばかり言う、まあ、本当に口ばっかりだけどこいつは枝高のり人と同じことが大嫌いで短期で単細胞けどなかなか面白いやつだこいつは西田純成績が良くて有望株なのになぜか俺たちと気が合う俺たちはいつも一緒にいたそしてこれからも一緒にいられると思ってたこれからもきっとput your kidney to sleep, I do the break when you're living there, your heart to beat by now. At the mother's going to red hot. Yes, she got up a sale, I mean. Yes, she got up a sale, yeah. At the mother's going to red hot. Yes, she got up a sale. Ah, 朝から進路の話かよ。あの先生さ、なんかうちのクラス学年トップにしようって言ってんのさ学年トップはまあ、それも俺がいるからには無理じゃねえけどな、な、純くんあんたがいるからって言ったのよし、でもさ、クラス B になったら俺がいるから間違いないねね、どうもだんだん人口が増えて、減っていって高野のりデラベって聞かして。ほら。おや、三沢と西田、勉強してるか？そんなやってもできねえもん、やんねえよ。こいつ寝たばっかで全然やんないんだ。西田は大丈夫だよな。まあ。不思議だよな。お前みたいなのがこいつらと一緒にいるなんて。は？そういう生徒を傷つける言い方していいわけ？俺はさ、やっとおめえらから解放されたと思ったら、またお前一人抱え込んじゃってさくたびれてんだよ本当嬉しいくせにおお丸山かお前この頃勉強してるってことだぞあ勉強してますもう自宅学習の鬼もうね目指すは明治って感じかなこのやわけやめろこのバカタレがおめえなんかどうせおめえ一日おめえ15分くらいやったもんねおお何だよ言えこの野郎おめえらまあどうでもいいけどよあんま担任に迷惑かけんなよあいつら今日面接ああ俺もうすぐだ何お前受験すんのいやしないよよろしくでも継ぐのかそれはねえよ何就職いや専門学校行こうかなと思って
何やんの？まあ料理やろうかなとね。料理？お前が？うん。つうかなんか学歴したから反発みたいなもんもあるけど。反発？うん。なんか今みんな当たり前に大学行って学歴ばっか気にしてるやつ多いじゃん。ああ。なんか行きたくないのに大学行って。そういうのは俺は好きじゃねえんだ。まあ俺の親も大学行かしたいみたいだけど、まあそうしときゃみんな同じで安心だよな。でも俺はなんかそういう世間に流されるっつうかそういうのはなんか嫌だよ。ああ、いろいろ考えてんだね。でもそれはわかるよ俺も。おめえはどうすんだおめえは。俺？どうしようか。どうしようかじゃねえよおめえ。まだ何も考えてないの。ああ。まあそのうち考えたらいつなるべね。雨雨よさ、もう3年だぞ。あでも大学行って女子大生のお姉さん、あいい、うえそらいい、うえ。この頃から俺たちの中に何かが起き始めたようだった。それが何なのかわからなかったけど、見たこともない気ですからみんな。ちぎじゃねえかよ。ストロングかけてくれよ。これかっきんだよ。まだ。これは来て、これは来て。帰るんだよ。